頭のツッコミさようなら。プロゴルファーの奥山です。本日は頭が突っ込んでどうしようもない、周りのみんなから頭が突っ込んでると指摘されてパニックに陥ってる人に向けての動画になります。まず頭が突っ込むということはどういうことなのかしっかり理解する必要があります。理解することで変わります。まず分かりやすいようにハーフスイングで見てみましょう。突っ込まないスイングはこちらです。しっかり下半身を使って手元やクラブを引っ張っています。これは頭が突っ込んでいませんよね。では突っ込むスイングを見てみましょう。このスイングは先ほどと何が違うかよく見ると原因がわかります。頭が突っ込んでいるのではなく、切り返しから肩を回転させている。そうすると頭が突っ込んで見えるんです。要するにこの動きですね、肩を回転させる。そうすると頭が突っ込みますよね。これを見て頭が突っ込んでいるから頭を残せというのは間違った判断です。皆さんも両手を胸に当ててこの動きをやってみてください。僕のこの動きのように突っ込んでいる人は肩を回している証拠なんです。頭が突っ込んで見えてしまう人はこのように切り返しから左足だけを斜め後ろ方向に引っ張ってみてください。このように引っ張ると肩が後からついてきて頭が突っ込めません。左足リードだけをすると頭は絶対に突っ込まないんです。まずこの意識から変えていかないといけません。ゴルフクラブを持ったら絶対に肩を回転させてボールにぶつけに行く、そういう癖を持っている人はまずクラブを持たないでください。まずこの体の動きを理解することが大切です。フォローの時に左体側がしっかり伸びる、このような動きを当たり前にしないと頭が突っ込む癖は治りません。それでは対処法を教えます。まず両手に手を当ててゴルフクラブを持ちます。そして先ほどのように左足だけを引っ張ります。この動きをして肩が突っ込まないことを理解しましょう。そうしたらまずハーフスイングから始めましょう。フルスイングだとどうしても腕や肩を回転したくなります。なのでまずクラブを持ってハーフスイング、この時に頭が突っ込まない、この感覚をまずしっかり理解しないと一生頭が突っ込んでしまいます。頭が突っ込む癖というのはゴルフのスイングをした時に無意識に肩が回転している、この感覚を変えなくては一生頭が突っ込んでしまいます。お仲間に頭が突っ込んでいるよと言われる人多いと思います。耳にタコではありませんか？お友達にもう頭が突っ込んでいるよと言われないように左足リードをしてしっかり頭の突っ込まない肩を無理やり回転させない、この左足リードスイングをマスターしてください。ゴルファーの悪い原因は結局左足リードで全て治ります。ゴルフスイングとはまず左足リードを覚えてください。左足で引っ張る感覚、これがゴルフの上達の近道です。いつも見てくださってありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。